メジャー作者大谷翔平には漫画じゃかれない。主人公が大リーグで活躍する野球漫画メジャーなどで知られる満田拓也さんは、メジャーで異次元の活躍を続ける大谷翔平についてこう語っている。よく漫画の世界だ、いや漫画でこんな選手を描いたら担当編集にボツにされるとうとう言われますが、まさにその通り、大谷選手の異次元の活躍は創作物じゃとても太刀打ちできません。そして何より大谷選手の魅力は打って走って投げるという野球の全てを楽しそうにプレーする野球の原風景を思い起こさせるスタイルにあると思います。大谷はメジャー呼んでたっていうし、多少なりとも影響を与えたのなら、まあまあ神よりに尽きるってもんだろう。水島新司はメジャー嫌いだから大谷に対して批判的な考え抱いてるかもしれん。生きていたらね。アブさんをメジャーに移籍させようとしてたこともある。ただ飛行機嫌いでアメリカへの取材を渋ってたら、ノムに先を越された。藤井聡太や井上尚弥も漫画でも描かないような超人っぷりらしいね。通訳に裏切られて金取られるとか野球漫画ではなかなかないよね。メジャーとカイジのコラボ、現実の方がすごいことってあるよな。漫画やドラマにしたらそんなのありえなさすぎて冷めるって叩かれるような。大谷がやってることが主人公みたいだから、大谷のノンフィクション漫画描いたら売れんじゃないか。ノムのメジャーへの移籍過程もドラマチックだよね。藤波慎太郎の人生も主人公。落合が一番漫画のキャラみたいだよ。野球部嫌いなスポーツマン編、三冠になってプロの頂点になるまでの奇跡、ベテランになりながらも戦力であり続ける盤面、監督として上昇軍団を作る、知らぬ者はいないレジェンド、最初から最後まで見どころがあるね。そして最後は勝ちすぎてつまらないからで首を切られる。迷走した GM 時代が打足だよな。投手大谷、投手相方でそれぞれホームランを追って勝った先発試合もあるし、漫画でもないような展開が何度も起こった。黒田もある意味漫画でもなかなかない展開だった。それこそラスボスが大谷だったな。管理人のつぶやき、大谷さんの凄さは昔から野球を見てきた私のようなおじさん世代の方が実感していると思います。日本のプロ野球でさえ甲子園を沸かしたエースで4番がプロ入りしたら必ず投手か打者に絞っていました。っていうか高校野球、甲子園でもホームラン王勝つエースなんて聞いたことないです。それをメジャーでやっちゃった大谷さん、誰もが想像できないことを確固たる目標にして、しかも実現してしまうという、同じ時代を生きれてよかったです。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。